うん、仕上げの地図屋っていうやつです。地面の地にあの艶は豊かに色々に変える、地図屋っていうんです。これあの刀はこの木の地金に地肌いのがあるんです、はい、それをこの地図屋使って地肌を強調しようと思います。ここまではもう全部砥石でやったんですけどね、ここからは同じ砥石でも使い方が違うんですよ。全部この親指でやる仕上げはね。よく見るとここにも地肌、鉄の模様があるんですよ。それを今洗出しようわけですよ。いやいや、鍛錬した鉄のね模様みたいなのがあるんですよ。それを今こう出してます。これはね、鉄錆を粉にしたものを油で溶いたんですよ。で、これをこうつけるんですよ。これを一番上に この綿でね、綿でこするんです。そしたら色が黒になる。だいたいこれぐらいの範囲を、まあ、3分間ぐらいやったんですよ。鉄と錆の粉とこう摩擦してるんですよ。お互いにこう削っていくような、まあ磨いていけるも、まあ研磨剤みたいなもんですから、ね、理屈で言えばね。次はこの大体ね、刃先からそうやな3ミリか4ミリぐらいのところに焼きが入ったんですよ。でその刃文ですわね、まっすぐな刃文が入ったんですよ。これでその部分だけ今度色白くするんですよ。これは刃取りって言うんですよ。今これも砥石の粉なんですけどね、これで油気取るんですよ。油で練った錆の粉で、ね、色黒くしたんで、はい、油気を取るんですよ。でこれも砥石なんですよ。これあの砥石を薄くして裏に和紙を漆で貼り付けたんですよ。そうしないとこんだけ薄くしたら普通だったらポキンと割れるんで、それで今度刃文のとこだけ色白くするんですよ。これが刃取りって言うんですよ。こんなまっすぐな刃はね、簡単なんですけどね、豆並べたような刃文は大変なんですよ。南北朝時代、うん、ちょうどあの足利尊氏とかああいう人が活躍してる頃作られた。この頃はね、ちょうどあの蒙古の襲来あった後でね、これ全然あの形が違うんですわ。鎌倉時代と鎌倉時代の終わり頃もう腰振り上がったでしょ。であの頃はやっぱり中国人の刀の青龍刀で幅広いんですよ。それまで日本刀はこれの3分の2ぐらいの、ね、幅なんですよ。それでおそらくその戦いの時は手に負けたんじゃないですか。実際切り合いして向こうの方がごっついから、それで日本もその後ね、こういうふうにこう幅広になってる、うん、その時代によってね、刀のこの形が変わってくるんですよ。戦い方も変わってくるしね。この時代は大体まだ片手で振る時代なんですわ。江戸時代になってあの両手でねこう振るようになったんですよ。でこの時代はまだあの馬に乗って戦争の仕方がね、片手をこう手綱持たなあかんでしょ。片手しか空いてないから片手でしか切れん。手綱離したら自分落ちる。だからよう片手でこんなこと強いね振り回したんだってね、うん、江戸時代になったらもうあの馬から降りてね戦うから両手でこう切り合いするからね、まあ、こんな刀あるんだけど、この時代にねようこんなもの作ったからな。昔のやつはほと細くて長いんですよ。鎌倉時代はその方があの長い方が馬から届きやすいから、短かったら届かないでしょ。だから細くて昔は長かった。この時代は長いのは一緒なんだけど幅広いなって思うとなんだけどね、どうこんな作ったわよね触れたわよと思って、まあ、今7種類あるんですけど使うんですけど、
人造で5種類では人造で使うんですよね。あと 2,3 種類が天然なんですよ。これがもう今だんだんやめていくようんですわ。だからもう天然の砥石手に入れるのが難しくなってきてるんですよ。成形してるんですわ。どうしても表面がデコボコになるんで、少しこう R がついたような状態に表面の形をね、成形しよう。砥石の表面が刀に映るんで、砥石の表面の形が悪いと刀のこの線も崩れるんですよ。人造でできる砥石5種類ぐらいはできるんですけどね、残りの 2,3 種類が人造ではできないんですよ。だからどうしてももう天然を使わざるを得んわけですよ。目の細かい砥石ほどそうなんですよ。目の粗いやつはもう人造でやれるんですけどね、代用できるんだけど、もう天然はね一つ違います。似てるんだけど違う。一番内曇りやつ、京都から届くね、内曇りどういうのがあるの、これがもうこれによって仕事良くもなったり悪くもなったりするんですよ。砥石次第ですよ。まあそれ腕もあるんだけど、腕何番腕のいい人でも砥石が悪かったらね、いいことできんから、腕のいい人ほど砥石にこだわるな。形を整えていくわけです。まあサビ型、これはまあサビがないからいいんですけどね。サビ型の場合はもう粗いやつでずっと表面を削っていってサビと思いますけどね。うん。今ここのしのぎの線をこうまっすぐなるように研いで、ずっとこう刀の上に直線になる、まカーブした直線にならないといけないんで、これを曲がりがないかこう見ながらね、まあ、線を修正していくわけなんです。南北朝時代に作られた刀でね、それ研ぎようですけどね、まあ僕らだからこれ南北朝時代に作られて今600年ぐらい前に作られた刀で、このおさふねで作られた刀なんですよ。これを、まあ、一番よく見えるように、それを目標に研ぐようですよ、うん、その刀のいいとこを 100% 出すように、まあ、研ぎるのはそういう仕事なんですよ。その刀の良さを 100% 引き出すように、そういうふうに見えるように研ぐのがね、うん、それを目標にはしようんですけどね。昔はただ切れるようにだけ研ぎようったんですけどね。で実用、刀の実用自体はただ切れさえすればいいわけです。刃物ですから、武器だから。だけどだんだんあの戦いなんかが江戸時代なんかがなくなるんで、それを研いで綺麗に見て楽しむような時代なんですよ。それに合わせてね、刀の作り方も変わってくるんですよ。実際に使う時代と違って、見るが鑑賞が重点を置くような作り方してくるんで、刃文もこう派手なんかね、なんか人がええなと思うような感じの、実用からちょっと離れてきて鑑賞を重点に置いたような作り方に刀もずっと変わってくるんですよ。うん、去年のゾットコンよく見るとこう、あの黒いところに模様が入ってるんですよ。これは刀狩りが鍛えた、まあ、そういう模様が入ってね、白いところに焼きが入ってるんですよ。で白いところは焼きが入って硬くて、黒いとこは柔らかいんですよ。焼き分けとるわけですね、うん、こういうのがだって日本刀の特徴なんですよ。実際研ぐ面はもう鉄はもう一色だからね。でこういうあの黒色でもないし白色でもないんですよ。それを研ぎでこういうふうに黒と白にこう分ける、でこう見た目をよくするわけですよ。それが研ぎなんですよ。